どうも皆さんこんにちは、イヤです。今回はリオデジャネイロを離れてベロオリゾンジに来ております。リオデジャネイロからバスで7時間。今回の目的はアトリチコミネイロ対クルゼイロのブラジルで最も熱いダービーの一つされているミナスジェライス州のダービーの観戦です。今回はこのミナスジェライス州の選手権の決勝ということで、本当に勝った方がこの州で一番偉いっていう、もうめちゃめちゃ激しくなること間違いなしのゲーム、なんとかチケット取れたので今回向かっていきたいと思います。ちょっと今日は人生で初めてサッカーギャンブルちょっとベットしてみて、ホームチームアトレチコミネイロの勝ちに300レアルかけてるので、勝てばチケット代チャラ、負ければ300レアル9000円の負けということで、ちょっと緊張してます。というわけでベロオリゾンチの街並みとミナスジェライスのダビ行ってまいりましょう。それでは夜行バスでベロオリゾンチ来たんですけど、バスの中に帽子を忘れて、もう取りた時には誰かに取られてました。これがブラジル。忘れた僕が悪いとはいえ立派な泥棒なんで、やっぱ許せないっす。市内中心部まではメトロで移動します。ピザタッチのクレカ決済もできたので楽々乗車。まあセントラル駅はセントラル駅ですね。ホームレスたくさんいますし、ゴミも落ちてます。これは意味わかんない。ブラジルなんで本当いわゆるセントラル、中心地は気をつけましょう。赤信号みんなで渡れば怖くない。まずミナスに来たら同じ形状。そうとは言えないんですけど、ただめちゃめちゃ綺麗です。やっぱリオデジャネイロとかサンパウロみたいな大都市に比べると落ち着いてますね。こうやってスマホ出せるだけでもブラジルだと本当すごいことなので。そしてこれがこの街の中心市場、ちょっと行ってみます。ピナスは特にチーズが有名なので、こうやってがっつり置いてあります。そして市場ならではの豪快なリングイッサも、見てるだけでねお腹空いてきます。このドシヒレイチっていうのも名物なんですけど、これはめちゃめちゃ甘い、なんだろう、キャラメルみたいなやつで、僕はもう大好きです。個人的に観光地化されたメールカードはあんまり好きじゃないんですけど、ここはガチ。土産も結構売ってるんですけど、これもねいかつい。土産屋さんになんとボードまであるっていう、さすがブラジル。というわけでスタジアム行きますが、バスが来ません。 Google マップとムービットの時刻が全然違うので、全く当てにならないです。というわけで市街地から結構離れたところ来ました。これはすげえ。最近できたスタジアムというめちゃめちゃ綺麗です。このスタジアムの周りまでしっかり整備されてて、なんか本当にブラジルとは思えないめちゃめちゃ近代的なスタジアムです。荷物検査の列が長い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 。荷物検査めちゃめちゃ緩かったです。まあリオデジャネイロとかサンパウロに比べると治安がいいからこそなんではないでしょうか。だ今日はチケット代がすごく高かったので、その分なんか客層もいいのかなっていう感じです。やばい人あんまりいません。一応なけなしのスタグルはいつも通りあります。
通りアウェーサポーターは今日は入場禁止です。それぐらい危ないダービーってことです。前回対戦の時はクルゼイロがここで2対0で勝ったんですけど、2点目入った後にあの辺にいたなんかクルゼイロの分析官を襲いかかるっていうなんか結構やばいことがあったんで、今日はちょっと本当にアトレチコミネイロに勝ってもらいたいです。あんまり雰囲気の悪いブラジルのスタジアムにはいたくないんで。
の復帰。マジかよ。
というわけで試合終了2対2の引き分け、最悪の終わり方でした。スタジアムの雰囲気後半ずっとひどかったですし、選手たちもプレーがめちゃくちゃで、なんか前半とは全く違うチームになってて、クルゼイロよく修正したなっていう感じではあるんですけど、ホームでこの戦いぶりはさすがにありえないし許せないです。不安も一生ギャンブルはやりません。というわけでここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ここからもたくさんの動画を上げていくので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。